はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第4回やっていきたいと思います。賢者の人から土の杖をもらって、で元凶はなんかこの奥にいるよということで、石板の前に来ております。いきなりワープするのか。あ、ワープじゃねえや、階段が現れるのか。でさらに地下4階、アースの洞窟地下4階からやっていきます。特に敵はあんまり変わってないね。むしろゴブリンガードとか弱えし、てか毒になってる。毒消しとかはだいぶ補充してきたんで、まあ余裕はある。でそろそろナンバー2とかもレベルが上がりそう。14個あるからね、まあ大丈夫でしょう。ハイポーションもそんなにすごい数があるわけじゃないけど、まあ、今あんまり回復しなくなったからね。とはいえピスコディーモンはやっぱり火力が高い。文句が食らうとそれなりにダメージをもらってしまう。幸運しか上がんねえし、まあ、大体でも似たような感じで文句2人組は上がってるよね。ヒットポイントだけ少し差がついてるんだけど、まあ、言うても多分誤差の範囲だと。でそろそろナンバーワン戦士もレベルが上がりそう。でも道が分からんけどどこへ行けばいいんだ。結構広いダンジョンだよね。ダンジョン広くして尺を稼ぐっていうのはもうしょうがないと思うんだけど。宝箱か。突然モンスターが現れた。もうモンスターだらけだな。普通だな。ただげブリザラ、ちょっと待って、オーガメイジか。だからかやつを先に始末しておく必要があったな。ブリザラ何回使ってくる。てかさ、これなんだろう。げ結構厄介だなこいつ。ハイエナが真ん中にいたのが気づかなかったんだけど、まあ、力が上がってくれればそれでよし。テント割に合わん。ハイポーション1個ずつ使って1回全回復しよう。全開まではいかないか。戦士がまたモンスター自体で上がって、これはちゃんとオーガメージから倒す。先手を取れるか。よし倒した。ブリザラさえ気をつければ大丈夫だね。あとはゴリ押すだけ。1250円、同じパターンだな。てかこっちは宝箱ゾーンだったか。よしこれで倒せる。ダメージにほんとだいぶムラがあるよな。お、ミスリルの盾、これはいいね。鉄の盾からミスリルの盾、まあ、防御力が上がる。こうやって盾ってさ、装備するだけで防御力上がるよね。発動しないと防御が上がらないっていうものではないと思うんだけど、コカトリス今まで石化してないんだけどさ、石化したら結構厄介だよな。金の針やったくれた。さてどっちへ行く。さらに下へ降りる。ゲ6体かよ。まあいいや、コカトリス早い。ゲ追加した。ちょっとこのターンが終わったら回復しよう。3人かでもちょうど。まあ石化してると経験値が手に入んないと思うんで。けっひで貴重なのに金の針は数が多いと厄介だな。どんだけ石化してんだよ。ちょ待って、無駄に使っちったよ。
あ、経験値は入るんだ。あ、治ってはないよね。金の針無駄にしたな。ちょっとね、万能薬をね、一回整頓しよう。じゃ自分でアイテム。万能薬は5個あるんで、え、待って、これさ、石化以外か。しまった。コカトリスは要注意だな。もう石化できないぞ。5回。マーミー4体。ちょっと待って、金の針とか。気をつけないと。ほんと無駄遣いしてしまう。もう1レベルくらい上げて、挑みたいっちゃ挑みたいけど。レイス、先制攻撃。数を減らす。23。まひった。どこにどういるんだ。こっち扉がある。違うかなって思ったけど。レイス4体。あ、もう麻痺とかはね、戦闘が終われば治るから。戦闘が終わっても治らない状態上が本当厄介。毒とか、まあ、いわゆる自然治癒しないやつだよね。あ、これはもうボスでしょう。ちょっと待ってね。こいつは回復しとこう。1回、もう1回でいいかな。で、中断セーブを取っとこう。いざ。誰だ、我に話しかけるのは。こいつはここで何してたんだ。力でも蓄えていたのか。いや、大地を食ってたんだよね。そうだね、大地の力を食らうものなり。人間風情に邪魔立てはさせぬ。土のカオスリッチ。さて、パターンは一緒。戦士を強化する。ストライク。は？超いかれてる。超強いんだけど。やっぱスローはしょうがない。待て、戦士頼みになるかこれ。こんなにも火力が違う。スローは攻撃回数が減らされるのか。ヘイストで上書き。銃とか役立たなすぎだろ。え、どうする。一応上げとく。まさか文句がここまで役に立たないとは。111.3。いや、まずい。いくら攻撃力を上げたとしても攻撃回数が減ってしまっては。攻撃回数2倍。いや、1回攻撃しか当たんねえや。ヘイストで上書きしよう。これでナンバー2がどれだけ当たるかだよね。ナンバー3は知らん。スリプルって全員一瞬で起きたんだけど。待って、戦士を上書き。いや、超厄介。てかマジで防御かったすぎんだけど。何、リーチとかこんなんだったっけ。ハイラでどう。いやだよ本当に。78とか。待って、どうする。もう一回ヘイストかけとこう。てかもう無駄か、ヘイストかけるだけ。どうせスロー使われんだもんね。よし、ミスった。1とかさ、これどうにかならんの。ファイが蹴歩いた。いや、ファイが使おう、もうここは。よし、130。てかこいつヒットポイントいくつだ。ブリザラ使ってくんのかよ、マジか。ゲッチョーっぜ。106。
とここは KR、 あっていうかハイポーション、文句回復させる必要ある、これ。スローは効いてんな、ストライン、ヘイストは効いてないのか。だからいや一応自分も回復しとこう。162、いやースローかけられた。でまたヘイストがいける、ストライはかかったまんまなんだな。よし、これで1回でも攻撃してくれればゴールド。まひるか、まひったか。よし、火力はあるな。ただストライかけた、30からで40くらい当たる。誰が寝た、1人だけか。もう問題ない、ファイガーで行こう。まさか赤魔術師の魔法にこれほど頼ることになるとは。あとファイガーは2回、いけ。めちゃくちゃ火力が高いわけでもないからね。1対91、いつ治るんだこいつの麻痺は。麻痺を治すために万能薬を使うのはもったいないよな。ちょっとポーションで価値を。待って、こいつはストライクかかってるから攻撃で、これファイガーがなくなってもファイラがまだ使える。これで地道にダメージを与えていくしかない。おお、さすがにリッチ強かった。てかスローがすげえ厄介、あと防御力が高すぎる。レベル足りてない、その割には大して持ってねえな。さすが土のカオス、お前は強かった。これでクリスタルに輝きが戻った。なんか戻ったんだか戻ってねえんだかよくわかんねえし。あれ戻ったよね。これ後ろの魔法陣何、これ外に出ますか。帰ろう。じゃあ町に戻りましょう。メルモントの町、クリスタルに祝福を。なんかこれ変わってなくね。大地が元に戻っていきます。なんか重要人物は別にいなかったよね。とりあえず寝て回復して次のところへ行くか。クリスタルに輝きさえ戻しちゃえばここは用はないと思うんで、船に乗って。こっちから乗れねえし。海の敵はそんなに変わってないの。どこ地方へ行けばいいんだ。右の方か。よし、ちょっと右の方行こう。ここに上陸したんだけどさ、徒歩で行くんだっけ。トーロル見たことある。すごい敵が強くなったわけではなくて多分大丈夫だろう。体力、知性、幸運、素早さ、体力。町がある、あそこの町へ。血が上から行けねえし。ゲーサソリがいっぱいいると思ったけど押せる、今の俺なら。ダメだ、2体しか殺せねえ。結局毒になってるし。独立が本当高えな、サソリは。ミノサウルスはやっぱりそこそこ体力があるね。ナンバー2、素早さ、体力、もう知性とかいらない。下から回っていくか。アンクヘッグ、でかいムカデだ。星ナンバーワン、
早さと体力、意外に体力が上がってってんだ。クレッセントレイク、宿屋、道具屋、道具屋があるね。道具屋はもうマジ重要だからな。ハイポーションちょっと20個くらい買っとこう。20個で3000円か、安い。で、金の針5個。寝袋とかは特にいらなそうだからな。コテージもそんなに使わないしね。うん、こんなもんでいいや。他にもちょっと武器とか、まず武器を見たい。ミスイルソードがあるじゃん。ハンマー、アックス。攻撃力は全然、全然でもねえか。まあ、ソードだな。これ多分安定する。で、ミスリルソードにして、よし。だいぶ上がんな。ルーンブレードからミスリルソード。防具が微妙だね。こいつなんで墓のとこにいんの？すやすや。防氷、防氷。墓の隣で寝てんのか。防具屋さん。ミスリルメイル6000円、安い。ナイトの鎧に比べれば全然安いな。まあ、コスパがいいし買っておくか。盾は戦士しか装備できない。あ、バックラー装備できんじゃん。買おう。ミスリルの兜お手買っとこう。もうとにかく防御力重視でいこう。でミスリルの小手、あ、両方上がるわ。ミスリルは優秀だね。盾バックラー、よしよしよし。でミスリルメイル、てかミスリルメイルさ、もう一個持ってたじゃん、買わなくても。でこれも絶対裸の方が強いよね。ヌンチャクはまだか、ちょっと待って。ああ、まだだね。もうちょいで素手の方が攻撃力を上回りそうだけど、少し売る。いらないのはマジいらない。力の杖とかね、これ6000円で売れるんだけど、いらね。なんかあれかな、ケアルの役割とかあったかな。顔の帽子遊びしてるからか、もういいや。ルーンブレードどうなの。いいや、売ろう。とにかく金だ。よし、7万6000円あれば魔法もいいの買えんだろう、きっと。ただ赤魔術師っていうのかな、伊達でも一気に脱出する、無理だ。6覚えらんねえわ。赤魔同士になればいけるかな。クラスチェンジしたいな。サンガーも無理じゃん、レベル6が無理なんだそもそも。なんてこった。で何しに来たのここ。ちょっと待って、どこ行けばいい。こっちか。あ、じいさんがいっぱいいんじゃん。こいつ偉そう。ルカーン、見える、憎しみの輪廻、伝説に導かれたかすかな光。大したこと言ってね。12人の賢者、4つのクリスタル、輝きを失ってしまった。火、土、水、風、4つの力、それぞれの祭壇、カオスを倒せば大丈夫。400年前風のカオス、200年前水のカオス。へえ。土のカオスは大地を腐敗させていく。もう倒したよ。火のカオスはまだ。4つのクリスタルの輝きを取り戻し、ここへ戻ってくるが良いって。この町の西にあるグルグ火山、200年、カオスが200年早く目覚めた。残念なことに200年後に目覚めるはずだった火のカオス。カヌーを使うがよい。こいつがくれんの。普通のじいさんじゃねえかよ。ルカーも別に大したことしてくれねえな。ではグルグ火山へ行きますか。大丈夫かな。リッチにめちゃくちゃ苦戦したからね。とりあえず寝て、
グルグ火山を目指しましょう。西にあるって言ってたよね。でカヌーを使えと。ここもうカヌー使えんじゃん。水の色がちょっと違うのか。なんか強くなったんだかなってないんだかよくわかんねえや。あんまり変わんねえ。でどこだ。多分なんか真ん中っぽいよね。オチューが出てきてる。勝って85とか。マジか。いやマジで勝ってんだけど。すっげえ元気持ってんだけど。その代わりこれ海に出ちゃうよね。こっちじゃなかった。いや新しい敵かワンサが出てきてんな。いや強えんだけど。ちょっとこれはレベル上げが必要か。攻撃力が高い。その代わり経験値も結構いい経験値持ってんな。ケアル1回分とかじゃ全然回復しないからな。出た。オーチュー3ゲッ。こいつも毒かよ。あれ、あ普通のオーチューだった。ネオチューみたいなやつではない。グルグ火山への道のりだけちょっと確認していこう。いいね、先制攻撃取れるってでかい。モンクがもう少し火力高くなってもらいたいんだけどな。でこっち行ってちょっとグルグ火山は2回に分けて攻略するか。宝箱探索と宝箱取り尽くしたら本探索みたいな感じで。てかレベル6の魔法が覚えられないのがちょっと痛い。ダテレポが欲しい。そうすればな、奥まで行ってすぐ帰ってこれるのに。これ減るんだっけ。け減る1かな。3651だ。うん、しょうがない、強行突破だ。グレイウズか、見たことはある。それゆえ安心。いやでもこれは厄介だな。あんまり深くいってもね。これは溶岩を通らない代わりに道のりが長いっていうパターンか。いやめどくせ。ホールド。いや硬い、マジで硬いんだけど。ファイザーやばいよ。いやマジでやばいよこれ。いや待って、連発しすぎだろ。これどうする。回復しとこう。ケアルは一応ハイポーション。いや死んだ。とりあえず戦士なんとかするしかない。でフェニックスの塚を倒した。レベルアップ、よっしゃめちゃくちゃ上がった。よみがえらせよ。ちょっとこれちょっとレベル上げ必要かな。きついんだけど。もうハイポーション一気に使ってるしな。そうだね、少し強くなろう。探索しつつ。モンスターファイヤー。明らかにさ、
パイラとか使ってくる人、最悪パイラ使ってきそうだな。74、ちょっと待って、文句の火力が微妙になってきたな。なんかいい文句で、レベルアップナンバー2ってか3に上がったか。よし、ナンバー1力が上がってくれた、いいね。ミスリルの兜どうなる。下にも宝箱があったよな。モンスターファイヤー2体、ここは押し切る。意外にファイヤー使ってこないかな。1ターンでとりあえず倒せるは倒せる。1520円、というわけで、めんどくさそうな宝箱は全部回収したので、次回はグルグ火山、本格的に攻略していこうと思います。アイテムもねたんまり買ってきました。ハイポーション99個、エーテルもね99個用意したんで、まあ、赤魔術師どんどん魔法使ってっていいかなと思ってます。そんなわけで、今回はここで終了したいと思います。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。